老子の今日は第1部26章です。はい、こちらですね、老子道徳経。こちらいつものようにトルストイ監修の老子道徳経。重いものは軽いものの根に横たわる。静けさは動きを制覇する。賢者は一日中暴殺されても注意深く大いなる慎重さで自分の仕事に臨む。栄光と見てくれの華やかさに恵まれようとも賢者はそれらに甘んじない。なぜならそれらの上に立つからだ。馬車数万台を要し自国への配慮を厭い自己満足を考える皇帝はどうなるか。自国への配慮を厭う者は最良の臣下たち、すなわち国家の支柱を失う。民衆の中に軽率な行為のあるところでは皇帝は容易に消える。はい、もうこれはね、うん、あれですよ、愛車自慢乗るじゃないですか、 YouTube に。愛車自慢、はい、こんな何千万の車乗ってます。はいはいはい、うん、惑わされなくてもいいんですよ。はい、僕、はい、あ、俺ああいう車に乗ってないとか、はい、思わなくていいってことですよ。思わなくていいですよ。賢者は、うん、そんなんじゃないんですよ。はいはい、栄光と見てくれの華やかさに恵まれようとも、うん、賢者はそれらに甘んじないと、うん、上に立つからだと、うん、ルインをここで、はい、うん、ではこれを同じようにバカボンのパパと読む老子から、はい、ドリアン助川さんの役で、はい、重さは軽さの根本であり静寂は騒がしさを支配する。だから聖人は丸一日旅をしても荷馬車から離れず壮麗な景色を前にしても心を落ち着けて浮つかない。どうして万の戦車を持つ君主が世に対して我が身を軽々しく扱うことができようか。軽い振る舞いをすればその威厳の根本は失われ、浮つけば君主の立場を失うと。ではちょっと続けてバカボンの役を。重さがあるから軽さが生まれるのだ。静けさは騒がしさを飲み込むのだ。そういうわけだからどえらい人は一日中旅をしていてもあっちに行ったりこっちに行ったり軽い動きをせず食料を積んだ荷馬車を大事にして離れないのだ。立派な景色や建物を前にしてもうわーすごっなんて浮き足立ったりしないで落ち着いているのだ。わしがもし1万の戦車を率いるような王様だとしたら自分の身を軽々しく世にさらすようなことはできるわけないのだ。うっひゃーとかひょっほーとか軽いなこの人ってことをやっていると王様である理由が失われるのだ。浮ついていると王様の立場を失ってしまうのだ。これでは良くないのだ。うんうん、これはもう反省ですよ。はい、うん、反省、はい、あ、僕はね、はい、浮つきがちになるので、うんうんうん、それな、ならないようにねっていう思いとともに、うん、そういう浮ついた人たちを見て、うらやましがらない、うらやましがらないし、はい、これでは良くないのだって、うんうん、自分の心の中で、ああいうのは良くないって話ですよね。まあ、やってる人はもう別にいいんですけど、ね、やってる人も良くないって話ですよね。おそらくね、あんなことをしてたら良くないよっていうとは思いますけどね。はい、はい、まあ、軽くは見えますよね。うんうん、万の戦車持ってたら、はい、もうそうそう前に出ちゃいけないみたいな話ですよ。そうですよね、はいはいはい、っていうちょっと老子を一発入れて、